レンサトル天文12年7月16日は、室町時代中期から、戦国時代にかけての浄土新宗の僧である。本仙自住寺十字。本願寺。第八世保守。レ女の名の男。母は、伊勢忠志望の娘連友。妻は、時刑連のりの娘。子に実況。養子に実言。養名は、高寿丸。意味名は玄縁幼少時代に、 時計のもとに養子に出されたと見られ、時計とともに、加賀、越中を転々とした。加賀一向一揆が、一揆側の勝利に終わり、加賀国内が一応の安定を見た、文明十四年に、父の名城として、加賀を訪れた、長慶順所の手によって得度した。養父となった、時計、蓮のりは、北陸の門とのまとめ役になることを期待されていたが、病気がちであり、 レンサトルの特度の際に合わせて、本戦寺を継承している。やがて、レンサトルは3兄のレンツナ、4兄の波数系とともに、北陸門とのまとめ役となる。長京元年、本戦寺を、河北軍若松層に移転した。翌年に守護、戸賀島幸香が倒された、長京の一揆には直接の関与の名称はないものの、その後の加賀の支配が、レンサトルとレンツナ主導の、 両後山体制に移されていることから、何らかのつながりがあったとされている。やがて異母帝の実後を養子に迎えるが、永生2年に、河内門徒が実後の道場に実権を保守に擁立しようとする陰謀が発覚し、さらに、同5年に実主の実況が生まれるとこれをうとんじた。やがて、聖母が一向一揆と敵対する畠山氏、出身であるという理由で実後は、 松寺の住職に移された。以後も、蓮トルの実語への仕打ちは続き、英章16年に、本願寺に、一門一家制を導入した際に実語は、蓮魚の子ということで最上級の、蓮氏になる可能性もあったにもかかわらず、蓮トルの意見で最下級の、一家に編入されている。さらに蓮トルらによって進められた。 越前朝倉氏攻め失敗の煽りを受けて、越前を追放された、本学寺十字連恵が、連悟に対して、越前追放を受けた責任を追求しようとしたところ、逆に保守でュデゴ実女に、連恵の波紋を進言して、最終的に屈服させるなど、松寺やモンに対して厳しい態度を取ることが多く、恨みを買うことが多かったと言われる。ところが、 本願寺の保守が、少女の代に入ると少女と、その貢献である連順は保守による一門統制を強める政策をとり、その遂行のために、連順の向この婿で、加賀の松寺の一つ長生寺の十字であった、十件が大官に認じられて、両後山体制を否認する命令を、加賀各地に出す。これに対して、連ンサトルや連慶あらわう系は、連女、 実如が定めた一文集の指導への服従を定めた規則に反するとして、長生寺の討伐のための一揆を起こした。ところが、この法を受けた連順は逆に保守の代理である、実権を打つことは、本願寺保守に対する反逆であるとして、機内、東海の門徒に、長生寺救援の命令を発したのである。これを知った加賀門徒は同様して分裂。 強力四年連悟ルは、のとに逃れた。連順は仕方なく少女の名において、連悟ルとその家族を破門し、反逆者として門徒が彼らを処刑することを許した。命令は実行され、翌強力五年に1月26日には、潜伏先の越前で、連悟ル着難、実況が毒殺された。連悟ルは過労死て自治都市である泉境に逃げ込むことができたために、 レンサトルは過うじて生き延びられた。だが、波紋は解かれることはなく、境で零落したまま76歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。